ボムスローです。ボムスローのギターボーカルの菊です。ベースの陽平です。ドラムのナイズです。よろしくお願いします。今回、群馬ロックフェス2014、呼んでいただいてありがとうございます。そうですね、2回目です。2回目ですね、はい、前回、はい、前回も風神、風神です、はい、今回も風神、風神です。前回入場規制が、ちょっと出ちゃったんで、ちょっと見れなかった人ために頑張りますよ。そうですよ、はい、なんかいやめっちゃ汗かいてる。いや、やっぱりもうこのファッションですね。やっぱりこの群馬ロックフェスティバルのファッションがあ、なるほど、体内から出てきてくる。なるほど。やっぱもういるだけでそういう風になってしまう。それがもうジークニックファクトリーならではのジークって感じジークジオン。いや違います、ジオン。いやいや、やはりジークニックファクトリー、本当に人柄に、うん、もう本当に、なんていうんですかね、影響を受けておりまして、本当に大好きな人たちです、僕らも。そう。それに、だからあれですよね、京都大作戦、ね、姉妹、兄弟、兄弟イベントと言われてね。いやー、でも、一回は京都大作戦、呼んでくんないかなーなんて、いや、でもね、いや、群馬ロックは2回目だね。2回目なんだけど、そうだよね、姉妹イベントってね、こう。そう、やっぱ姉妹って言ってるのと、もう一回と呼んでほしいなっていうのは。そうだよね、だついになんなきゃいけないわけだからね、うん、そう、それバランスは大事だからね。一回しか呼ばれない。まあ、でもまあ、いいでしょ。来年呼ばれるようにね。俺らが頑張るだけですよ、はい、それかあとはね、癒着をしていく。ああ、いいですね。チームリークと今後、はい、癒着していきましょうよ。長いもので巻かれるスタイルでいきたいと思います。それでいきましょう、はい、行きましょう、結局これかっていうね。でもそんなことはないでしょ。こっちでいきましょう、仏でいきましょう。こっちじゃなくてこっちで。いやいや、心安らかにね。そうです、そうです。なんかありますか。うん、なんか見たいことね。ロックフェス愛ですね。あとね、俺一個思ったのが、群馬ロック今回も出ての前、去年も出て思ったのが、やっぱね、まあ、今回スチャダラパーが参加出てるんで、いや、そういうのもね、こう見れる、ちょっとこう、なんていうか、クロスオーバーしてるとか、いろんなジャンルがクロスオーバーしてるっていうのが、もちろん京都大作戦もそうですけどでもね、やっぱね、群馬ロックもやっぱね、こうそう、やっぱそういう部分でお客さんの、そういう部分でこうクロスオーバー、お客さんの人にクロスオーバーしてる感じが、そういうことですね。僕はね、素晴らしい。巻き込まれと、巻き込み巻き込まれっていうのが僕は素晴らしいなって、いや、思います。その通りです。はい、何かありますか。はいはいはい、はいはい、というわけで、いや、ということで、はい、ね、最後なんて言えばいいかな。そうですね、なんだろうな。また飯がうまいな。もうそういうのまたもういいでしょ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。俺もね、なんだろう、同じね、汁が出てきた。でこういうこと、こういうことなんだよ。汁がやっぱ出てきた。これがパッションっていう。そういうことですね。そのパッションの汁をね、もライブ中も皆さんにお届けできればっていうことでね、頑張りましょう。頑張りましょう、はい、という感じで、はい、オーバームスローでした。オーバームスローでした。群馬ロックフェスティバル2014。